え皆さんこんこにちは柳と申申しししまますすどうぞよろしくお願い申し上げます、まああのー、そもそも今の時期というのはこのように人が集まってはいけないという時に、まあ、あえてこういう、あのー、説明会を開催いたしますけども、まあ、ことが重要でございますので、まあ、ここにぜひ皆さんにお伝えしたいと思い説明会を開催させていただきました。さて、えー、本日は 新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の感染,予防か感染予防と治療のための栄養療法についてお話をさせていただきます。まず初めにこの国際オースモレキャリ学会というものがどういうものかどういう組織であるかということについてご紹介申し上げます。この学会の設立は1994年でございまして本部は カナダのトロントにございますで私が、えーまあ、カナダそしてオランダそ,その後の第3代の会長として2012年から現在まで、えー、会長をしております傘下、えー、にある国ですけども22か国の学会が所属しております、まあ、現在日本では日本オオソモイカ医学会ということで会員が1200人ございます まあ、医師歯科医師、まあ、看護師栄養士などヘルスケアの方たちが参加しております実際に2018年には第47回の東京大会を、えー、開催しておりまして国内会より2,000人を超えるヘルスケアプロフェッショナルの方を迎えております今年は6月に、まあ、このままうまくいけばスペインのバレンシアで第49回の大会を開催予定しております ここにお集まりの方でまずオーソモレキラ医学ということは何だろうということでまだご説明をさせていただきます。オーソモレキラ医学とは書いてありますように人間の体の中に自然に存在するビタミンミネラルアミノ酸などを適切な栄養素を選び分子レベルで最適な量を投与し病気の予防や治療をする医学である。 単なる健康維持ではなくより病気の予防とか治療を積極的に行う栄養医学でございます。この言葉は1968年にノーベル平和賞を2回取りましたライナス・ポーリング先生が作った造語でありまして「オルソ」「修正する」という意味と「モレキュラ」「分子」というこの2つを合わせた「オーソモレキュラ」という造語でございます。さて 本日お話をします新型コロナウイルス感染について今大きな社会問題になっている今世界中で大きな問題になっておるわけです、まあ、そもそも新型コロナウイルス感染の拡散を予防しようということを今、えー、政府も積極的に動いているわけでございます、まあ、現状としましては有効なワクチンや ウイルス製剤薬というものはないという一つの事実がありますそのためにうがい手洗い外出を控えるということが予防の基本となってこれが今積極的に進められているわけでございますこれを否定するということではないですしこれはむしろ積極的すべきであると思うんですけれども皆さんもお気づきだと思うんですけれども実際に感染しても 無症状から重篤な人がいます。特に重症例は高齢者や基礎疾患のある人に偏在しているわけです皆さんもお気づきのように、まあ、体の弱い人とか免疫力のひ、まあ、低い人とかそういう方の方がこういう病気というものは感染症は重症になるということはもう昔からこう言われてきて、まあ、実際の事実があるわけですすなわち個々の人々の栄養状態や 免疫力などの違いによるわけですすなわち通常のウイルス感染では栄養バランスが取れて十分な睡眠と休養そして免疫力が健常あれば感染を予防し仮に感染しても軽症となりやすいというように考えられるわけですこれはあくまで一般的なウイルス感染あるいは、えーまあ、風邪と呼ばれるいものでございます。まあ今回は 新型のコロナウイルスという形で少し様相が違っているかもしれませんで。今回そのコロナウイルスに対しての声明を出しているわけでございますけどもこの国際大ラリ学会のこの声明に至るまでの基本的な流れをまずご紹介いたします。編集長はアンリル・ソウル編集長で。彼をもとに世界中の42人の 栄養療法の専門家が編集員に就任してて記事を作っております今回は私の方からアンデル・ソウル先生の連絡をしアンデル・ソウル先生の編集長の方から42人の専門家に対して記事を依頼しますいろんな情報とかそういうものを集めるわけでございますで集まった情報をもとに編集長らが原稿を作成します そして完成された原稿を再び全編集員で回覧をして修正をするわけです。そしてその上で全世界に向けて配信をいたします。まあ、このようなプロセスを経ていますけれども、えー、最短でいわゆるイミエリエイトリリースすぐに配信をという場合には24時間ぐらいでこのプロセスが全部進み今回の場合には44時間私が 連絡をしててから44時間後には配信が行われていますでは具体的な内容ですけども2020年1月26日に配信をされました、えー、ここに添付資料の中で皆さんの添付資料の中には日本語版が入っておりますタイトルは「ビタミン C がコロナウイルス感染を防ぐ」というタイトルでございます、まあ、実際にはビタミン C 以外の 栄養素を含めて総合的に書いてある配信でございますそしてこの声明の中で推奨しているものが5つの栄養素でございます一つ一つご説明しますけれどもまず概略をしますとビタミン C で 3g 以上そしてビタミン D 3で2000単位 ただし最初の2週間はあ、失礼しました。最初の2週間は5000単位で開始し、3週目から2000単位に減量します。そして亜鉛、セレン、そしてマグネシウム、この5つの栄養素です。まあ、主に最初の1,2,3のビタミン C、ビタミン D3、亜鉛というものが一つ重要だと考えています。具体的に、 こういうこの3グラムというのはどこから来ましたかというと実はこのビタミン C と風邪インフルエンザいわゆる気管支の感染こういうものに対してたくさんの論文があります。でこれは1999年に出された論文でございます。これの特徴はまずある地理の合宿所がありました。 運動部の合宿場です。そこには10日間のプログラムを行います。ある時は30人の学生が入って10日間滞在してすぐ出ていきます。で、次にまた別の50人、そういう感じ、えー、アスリートの方が来て、そして出ていくわけです。常に10日間のプログラムでいるわけですけども、その時に風邪をひいている学生もいれば、 風邪をひいてこれから症状を出る人もいれば全く健常な学生もいるわけです。最初の1年間、1990年には463人の学生が10日間のプログラムをしましてで、この時の有症状率、風邪の症状率ですけども、この時は対症療法の風邪薬だけですけども、ご覧の通り10日間、 まあこれ症状が増える人もいれば良くなる人もいればうつされる学生もいるわけです。そして年は別の方法を行いました別の方法というのは来た時に風邪症状があれば1ムを1時間おきに6回初日は6ムその後毎日3を飲みます。 そして風邪をひいていない学生も毎日 3g のビタミン C を取るように指示したわけです。その結果どうなりましたかというとこのグラフの翌年はこういう状態でした。ご覧のように症状がどん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 持っている学生が減り最後はほとんどゼロになっているということ。ということはどのようなことかというと。 1990年の対症療法だけの学、えー、対象に比べて翌年はビタミン C を投与することによって症状が85%減少しました。そしてビタミン C1 グラム1時間前に6回以後1日3回投与することで、えー、風邪とインフルエンザの症状を緩和した。 また1日3グラム投与すあこれはある意味、えー、学校の中家庭の中あるいはそういう集団の集まる会社の中とかそういうところにおいてこれが適用されるわけです。まあ、今回の場合に、えー、非常にこう大きく広がっていますのでこの1日 3g のビタミン C ということを学会の方で選択をいたしました。 まあ、ビタミン C、海外でどうかというと、まあ、これは一例なんですけども、まあ、ニューヨークタイムズの方で無料のビタミン C を錠剤と、追加消毒液を配布するために、えー、列を作っている、これ香港の住民のことです。まあ、当局から、これどこまでの広さ、あの範囲で配られているか、私も把握はしておりませんけども、まあ、ニューヨークタイムズですので、多分裏は取ってあるのかなと思います。 次にビタミン D3 ビタミン D のお話をします今回学会ではビタミン D3 これを2000単位を毎日飲むようにとただその前に1日5000単位で2週間その後2000単位に減量するというような提案をしていますでビタミン D3 を 例えばサプリメントやいろんな時表現する2つの表現があります単位という表現とマイクログラムという表現があります5000単位というのは125マイクログラムに相当し2000単位というのは50マイクログラムに相当します日本ではだいたいこういうサプリメントというのはマイクログラムの表現が多いようですさてビタミン D に関しては時系以来の 分子疫学研究室の浦島教授の方から論文が2010年に出ております6歳から15歳の小中学生167人の2つのグループ1つのグループにはビタミン D を1,200単位別のグループにはプラセボを与えました A 型インフルエンザの流行期の12月から3月までに このインフルエンザにかかったのはプラセエボ群で三十一人、そしてビタミン D 群でお投与した群では十八人、結果的に四十二パーセントの減少が示されております。この時に B 型インフルエンザの方も見ています。B 型インフルエンザは統計的に差はなかったようです。 さて、このビタミン D の予防に関して、えー、実際に血液検査でビタミン D を測定してこれに対してウイルス性の疾患の罹患率を見た報告があります。これは米国のエール大学で2009年の9月から12月に健康な成人198人に1ヶ月ごとにビタミン D の測定をしました。えー 結論を言いますと血中濃度が38ナノグ,グラムパミリリットルです、ね、のま子、あ、値以下のものは、えー、急性ウイルス性の疾患が100件発生したに対してこれ以上の感染者では3件だけだったということです。これをグラフで見せますとこうなります。血中の、えー、縦軸が感染… え未感染率ですね。感染にまだかかってない率。そして横軸が日数です。これを見たとおり、えー、本来あ、ビタミン D が38ナノグラムパーミリット以下の場合には、罹患する方がどんどん、えー、増えて、まあ、未罹患者が減るわけですけれども、一方において38以上の場合には、 このウイルス性疾患に関わる率が非常に少ないということです。そうしますと、血中のビタミン D の濃度というものはとても大事であるということです。じゃあ、このビタミン D 濃度、この38という数字ですけれども、実際に今働いている人たちがどの程度の数字なのかという見たものがあります。これがこちらです。えー、慶應義塾大学の医学部附属病院の女性勤務者、 571人の血清のビタミン D の測定をしました。測定をしたのは9月です。ビタミン D は太陽を浴びるので、それによってビタミン D は体で作ることができますけれども、この9月は夏の、まあ、非常に異常時間が長かった後の採血で、実は正常だった方は20から30%未満でした。 これが働いている年齢層の女性ですけれども、30%未満の方が正常であって、ということは、日照時間の長い夏の後でも、ビタミン D が正常値なのは30%以下、すなわち70%以上にビタミン D の低下、もしくは欠乏が見られています。と、一つ前の、このグラフに戻ると、 38以上であれば、非常にこう、インフルエンザなどにかかりにくいところ現実には7割の方が38未満ということになります。まあ、こういう意味でビタミン D の補給というものがすることによって、今の感染の方から守ることができるのでないか、かかっても軽症で済ませられるのではないか、 といいう,うに考えています。次に亜鉛でございますけれども、えー、日本人の子ども老人女性で亜鉛、まあ、摂取量が通常に本来欲しい量よりも減少しているというのはもうすでに言われていることです。ビタミン C ビタミン D は体の中でさまざまな歩行層の働きをしていますけれども亜鉛も同じように免疫にすごく関わっている微量金属になります。 これはフランスで行われた実際のこの研究でございますけれども、2つのクリニックで看冒で来院した患者にプラセボもしくはビタミン C1g プラスアイン 10mg を5日間だけ投与しました。非常に短期です。で、結果としてビタミン C とアインを投与した群では優位に風邪に伴う症状の早期改善が認められています。 まあこの感冒という言葉ですけどもさまざ、あ、まなウイルスが関わっていますですので、まあ、あの要するにコロナに限ったものではない一般論ですけどもただ人間の体というものは十分な栄養素があることによってよりかかりにくいあるいは症状が出にくくする重症化をしにくいということは言えるわけです、まあ、実際にこのフランスの研究ですと、まあ、5日間投与したこの症状の 改善の度合いを見てみますとこのブルーがプラセーボ群です一方においてこのオレンジがビタミン C1g と亜鉛 10mg です、まあ結果として症状の軽減が早いわけですさてマグネシウムとセレンですけどもこれも細胞の中のさまざまな代謝に負荷が関わっていまして免疫を上げていくあるいは炎症を抑える そういういところでもかなり関わっていいる栄養素でございますここのところはもう非常にここまで入ってくると複雑なのでここはちょっと詳しい説明は下げておきたいと思いますでは実際に食事でこういうことを取ったらどういう内容になるかというとビタミン C1 日 3g というのは非常に取りにくい量です。 まあ実際にレモンですと30個、パプリカですと20個という、まあ、ちょっと食べきれない量なので、私はここはサプリメントの追加があっていいのかなと思っています。そしてビタミン D3。これは、鮭の切り身ということであれば、えー、5000単位は4切れ。で、2000単位は一切れ半、1切れ半ということになります。 まあ実際のいろんな食事を組み合わせることによって、まあ、ある程度カバーできるかもしれませんそして亜鉛は、まあ、牡蠣のむき身で2個で2 0ラムセレンであればマグロの切り身5切れでとでマグネシウムで言えば、まあ、納豆8個っていうのはこれはだけだということなんですけど、まあ、いろんな他の食材にも含まれているので、まあ、納豆だけ8箱飲む食べるということは必要ないと思います。 実際の食事というと朝食昼食夕食で、まあ、焼き酒の日本式の朝食に昼食はマグロの刺身定食とで夕食はかき鍋などなどただビタミン C だけはちょっとこれだけで取るのは難しいと思いますさて感染予防と重症を防ぐためのサプリメントを実際に取るためには どのぐらいのコストがかかるんだろうということで我々の方で計算をしてみましたコロナウイルス対策の栄養素をサプリメントで摂取する場合のコストを計算するとこのコストは、まあ、私の方でインターネット上で、えー、大手の会社を中心として、えーまあ、特に2社を選びまして組み合わせをしましたそしてビタミン C3g ビタミン D2000 単位アイン 22.5mg これの1日分のコストは94円になります。まあ、非現実的な数字ではないのかなと思います。私自身、この3つは基本だと思っています。で、さらに、セレンやマグネシウムを加えますと、これはマルチミネラルという,こう商品がありますけれども、それをこの量に合わせていきますと、 まあすべて組み合わせると35円、20円、45円で合計がちょうど100円となりました。これは消費税込みの、えー、価格になります。まあそういうことでいくと現実的にサプリメントや食事で十分にコーナウイルスに対しての対策ができるのではないかということを予想しているわけです。もちろんコーナウイルスというものは新しいタイプですのでどこまで 私たちができるかというこれまでの経験とかそういうものはありませんけれどもでもウイルスである以上私たちは過去のまあいろんなさまざまなたくさんの科学者医学者が研究したものを持ってきましてそれで可能であればそこで対応できれば一番いいわけです薬あるいはそういうものを待っているわけにはできるまでる期間があるので待ってはいられないと思いますさて もう一つ私どもは2月2日に記事を配信しました内容は、えー、医療機関にまあ入院した場合のコロナウイルス及び関連疾患へのビタミン C の点滴療法ですビタミン C をある程度、えー、投与大量に投与することによってコロナウイルスの重症者を、えー、助けることはできるだろうという内容でこれはアンディオル・フソール編集長と私の連名で書いております この内容はコロナウイルスに感染した場合は従来の基本治療に加えて医療機関におけるビタミン C 点滴とサプリメントを推奨するものですと実際のこのプログラムについては、えー、詳しくそこに書いてありますけれどもビタミン C を点滴の 12.5g もう一つは重症には 25g を推奨しています。 本当にビタミン C がそういう重症な患者さんの命を救うのかというので、一つ、えー、論文があります、えー。この論文は2017年、3年前に、えー、出された論文ですけれども、チェストという胸部疾患専門の学会誌でございます。重症の肺血症、まあ、感染症を含む肺血症によって、えー、重症な方は 大体いい死亡率、院内死亡率は40.4%です。従来の治療に加えて、これにビタミン C を点滴で6ムです。併用することによって死亡率は4分の1以下になります。そして血圧を上げるための投薬時間もどんどん短くなります。まあ、現在、これのビタミン C に関して、えー アメリカや各国においてこれらの臨床試験が行われているところでございます。で、私どもの推奨した後ですぐですけれども、実際にこれはアメリカの臨床試験を登録する、えー、政府のウェブサイトですけれども、コビット90を重症肺炎に対するビタミン依点的の臨床試験という論文、えー、これは臨床試験をスタートするというアナウンスがありました。 これは2月11日、中国の武漢大学附属中南病院は、新型コロナウイルスによる重症肺炎患者の治療に、1日24グラムのビタミン C 点滴を併用する臨床試験を開始しました。私たちが推奨している量とほぼ同じでございます。そしてその6日後に、やはり今度は中国の西安交通大学の附属病院で、 新型コロナウイルスに対する重症肺炎患者の治療にビタミン C 点滴を併用する臨床試験を開始すると発表しています。この後、一昨日ですね、やはりこの西安大学の方で新たにランダム試験の開始が発表されています。その他、ビタミン D の欠乏症に対してこのコロナウイルス肺炎がかかる場合の予後について、 これれも臨床試験が開始すると、月10日に発表されています、えー、国際オソマロケ学会では主だったメンバーそしてによってですね、まあ、その他カンザス大学のドリスコ教授あるいはキー・チェン教授などメンバーが集まりましてそして中国に、まあ、私も含めて中国に ビタミン C 点滴ををすするののアドバイザーのしてのチーチムを作っていますビタミン、C、点滴中国を支援する中米日の国際チームということで実際にちょうど今朝ですけどもこの武漢大学の方で行われた一人の患者さんの77歳の高齢者の肺炎の方のビタミン C を点滴をして無事に回復したという。 一方が今日初めて入っております。そして二十八日四日前でございますけれども署名記事が出ています。署名記事というのはその署名記事に対して私どもの編集員の署名が入っているという意味ですけれども、これは書いたのはイギリス環境生物学会の会長ダミアン・ダウニング先生そして 前,前の国際おそみ学会,会会長のガート・シュイットメーカー先生ですけども、えー、この内容は、ビタミン C はあなたの免疫システムをサポートします。ビタミン C はウイルスを殺すのを助け、感染症状を減弱します。ですので COVID を治すわけではありません。しかし、あなたの命を助けるし、感染の重症度を下げてくれるでしょう。 もしあなたが誰かにそんなの証明されていないよと言われたら次のことを考えてください COVID-19 は新型のウイルスなのでまだ何も証明されていませんでビタミン C はこれまでにインフルエンザ肺炎ポリオなどほぼ全てのウイルスに有効であるという論文がありますではどうしたらよいのかとあなたがまだ何もしていないのなら ビタミン C を飲むことから始めましょう。少なくとも1日3グラムを何度かに分けて飲みます。1グラムのカプセルなら8時間おきにビタミン C の粉末なら水に溶いて何度かに分けて飲んでください。もっと他のことをしたいと思うなら1月26日に配信した記事に推奨する栄養素が書かれています。毎日あなたが COVID-19 に感染したと思ったら 小さじ一杯のビタミン C４～５ グラムを水に溶かし、三四時間前に飲み続けます。主治医に相談できるあるいはできない環境でも前述のようにしてください。そして必要な人がいればこの方法を進めてください。ビタミン C や他の栄養素は自分自身でできます。必要ならこのサイトにたくさんの情報があります。そしてその後に編集員41人による 署名がございます私たちが、えー、もちろん手を洗いうがいをしてそして、えー、外出を控えるということは重要ですけどもこの次のステップがワクチンや抗ウイルス薬ではなくその間に安全な栄養療法によって予防あるいは軽症化する可能性があると考えています。まあ、今のの日本の現状においては 今、何か起こすということは、前向きに起こすということは大事だと考えまして、国際オーソメリア会では、まあ、栄養素による積極的な予防、あるいはかかっても継承ができるように進めていきたい。これを推奨しています。えー、ご静聴ありがとうございました。まあ、あのこのオーソメリアという言葉を作ったのは、ライナス・ポーリング先生ですけども、 未来の薬とは理想的な栄養であるという言葉を残しています。